おはようございます。2022年4月6日水曜日朝5時50分です。今日は比較的メンツルです。天気の方は晴れ、気温の方は9度、ちょっとひんやりはしますけど、まあそれほどでもって感じですね。慣れちゃったのかな。はい、というわけで風の方も今んとこちょっと弱めの北西風なんで、結構面も良くてうねりもねそこそこあります。で今潮の方がまだ満潮に向かう途中ですね。7時40分が満潮という形になってます。はい、というわけでちょっとちゃっちゃとやりたいんですけど、まあいつもの定点のポイントなんですけど、ここはまあ下げればやれそうなうねりはねちょこちょこ入ってはいますね。で今日は4月6日ってことで小学校入学式です。おめでとうございます。私も後で行きます。まあそんな感じで終わる。ちょっとね今日はそんな感じでお休みなので、ちょっと時間的に朝行かないといけないんですけど、少しドローンも後でやれるかなと思いますんで、またそれもお楽しみにしてもらうといいかな。楽しみにしてください。そうなやつがあるんで言っちゃおうかなと思います。はい、というわけで朝の波状況こんな感じっていうところで終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。こんな感じで今年も今期もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた生存確認もしてください。